巨像、クバラヤー・ピーダと戦うクリシュナ。1720年頃、イエール大学美術館所蔵。クバラヤー・ピーダは、インド神話に登場する巨大な像。あるいは、像の姿をしたアスラとも言われる。マトラーの悪王カンサが飼育され、戦闘分の像に、匹敵する力を持っていたが、成長したクリシュナと戦い、殺された。バーガバタプラーナによると、カンサは、バスデーバと、 デーバキーの息子クリシュナが生きていることを知ると、彼らが、とに来るように仕向けて、闘技大会に参加させ、戦いの最中に殺してしまおうと考えた。その際に、クバラヤーピーダを、闘技場の入り口に配置し、クリシュナとバララーマがやってきたら、踏みつぶして、殺せと命じた。二人が闘技場にやってきた時、クバラヤピーダは、背中に乗った図を使いに操られて、クリシュナに突進し、 長い鼻で、クリシュナを捕まえた。しかし抜け出したクリシュナに鼻を掴んで放り投げられ、大地に叩きつけられた後、逆に足で踏みつけられて殺された。クリシュナはさらにクバラヤーピーダの像下を引っこ抜き、像下を用いて、万人と象使いを殺した。その後、クリシュナは、闘技場に入っていき、関西や闘志、観客たちにその姿を現した。全身にクバラヤピーダの帰り地を浴び、 造毛を肩に乗せたクリシュナの姿は当主たちの目にはバジュラに見え、女性たちには愛心カーマに見え、感謝には死そのものに見えたという、ありがとうございます。